はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の合成関数丸1をお送りします。で、ここから合成関数が始まるので、まあ、最初ポイントがあります。で、ポイントなんか含めて、まあ、問題2問だけですので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。おっしゃ、行きましょう。で、まず合成関数なんですが、結構メールとかでもその合成関数の意味が分かりませんみたいなのが結構多かったので、ざっくりなんですがちょっと説明をしていきます。で、今回はポイントの中のこの言葉は意図的に自分が参考にしている教科書のやつをそのまま持ってきました。で、一回読んでいきますね。y が u の関数で y イコール gu と表され、 u が x の関数で y イコール fx と表されるとき、 y は x の関数でブッバンみたいな感じになってると。で、これ何を言ってるかっていうと、まず y が u の関数で y イコール gu って言ってますよね。これは y がまあ u の関数なので、例えば y イコール 5u プラス3みたいな、いいね、 y が u の関数だから、これで y と u が繋がってるじゃないですか。ここの状態で、まあ、y と u が繋がってると。で、次に u が x の関数で u イコール fx と表される。これどういうことかっていうと、u イコール、じゃあ数字変えるか。2x マイナス1みたいな。u が x の関数だからね。によって、これ u と x がまあ繋がってるわけですよ。関数としてね。じゃあこの時に y は x の関数になりますよって、なぜかっていうと真ん中に u がこう共通してるから、ここをつなぎ役として y と x ここがつながって関数になるよって。で、今2つの関数をくっつけるので、だから合成関数って、これね、 f と g の合成関数って言いますよっていう、ざっくりとこんな感じ。だから今 u イコール 2x マイナス1なんで、ここの u に 2x-1、 これ代入することできるじゃないですか。今までずっとやってくるでしょ、こういうこと。じゃあ入れて、そうすればここ y イコール5(2x-1+3)となりますと、これ計算すると 10x だね。 10x って 10x-2 になるから、 y は x の関数になりますよね。ちょっと下切れちゃったね、ごめん。 10x-2 ね、という感じ。二つの関数があった時に間に一個挟んで、それがね、まあ、倍解じゃないな。つなぎ役になって、こうやって合成で関数ができますよっていう。まあ、ざっくり言うと、これが合成関数でございます。で、それをまあ、表し方があって、こうやって普通はね、y イコール g(fx) って、こう書きます。これは、u イコール fx なんで、u のところに fx をボンって入れたのがこの形。でも、こうじゃない書き方もあって、カッコ、G で丸書いて F 閉じて、で、X。こう書くこともすごく多いので、まあ、これとこれが同じ意味なんだっていうことは覚えておいてください。で、こいつの読み方なんですけど、ちょっと調べてきました、ネットで。調べてきたら、まあ、大体が G丸FX らしいです。あとは G サークルFX とか、まあ、サークルね、丸なんでね。とか他の読み方も書いてあったんですが、まあ、自分ちょっと読みやすいんで G-F で行かせてください。あ、みんなはね、学校の先生は違うかもしれないんで、その時はそっちに合わせてくださいっていうのが駆け足でしたけど、まあ、合成関数でございます。で、問題の解き方というか、解くことに関しては結構楽でですね、あ、ごめん、今この問題 FX が 4x2 乗で GX がごめん、これで、まあ、与えられてると。その時、合成関数の G〇FX と F〇GX ですね。まあ、二つ求めてくださいという問題です。で、これですね。まあ、ちょっと丁寧にちょっとやらせてもらいますけど、まず G〇FX、こっちから行きます。で、これはさっきも言ったように、こいつはこれと同じ意味になります。もちろん書き直す必要はないんですけど、ちょっと書き直させてください。まあ、これと同じ意味ですね。これとこれは。で、これは何を言ってるかっていうと、もともと GX、ここ X だと思って、GX が基本になるんです。GX の X のとこが FX になっちゃいましたよって言ってる。だから、大事なのは、FX が主役なのか、まあ、主役って言うけどもあれだけど、GX が主役なのかっていう話、そこをずらしちゃいけない。
で、今回は GX がもともと主役なので、こっちを先に書きます。使うのは、まあ、主役になるのはこっちだと。これ今俺間違ったこと書いてるんだけど、ちょっと待ってね。説明するから。GX 今映しました。で、GX の X のところが FX に変わりましたと。つまり、X のところが FX、今こう言ってたよね。に変わりましたよって言ってるから、ここを 4X2 乗に変えればいいんです。こうやって。で、あとはマイナス2分の1、配っちゃいましょうっていう話で、配れば、マイナス2、X2 乗、マイナス2分の1と。なって、まず G0FX の方はこれで終了となります。まあ、せっかくなんで色変えましょうかね。で、次、F0GX 行きましょう。こっち、下行くよりも右でいいよね。F0GX。で、これも一回書きましょう。これは、まず F が先に出て、後ろに GX が、こうね。これと同じ意味です。F が先に出てきて、GX が後ろに入ると。だから、これも FX、まぁ、X だと思ってね。FX がまず主役なんです。だから、こっちが主役なの、FX。つまり、使うのは 4X2 乗なんだけど、X のところが GX に変わってるんで、X のとこに GX。こいつ代入しようぜって。で、書き直すと、これ2乗しなきゃいけないんで、一応中括弧を使っていきましょう。マイナス2分の1。カッコ X たす1、中カッコ閉じの2乗と。ギリギリかな ?OK。こうなります。で、ちょっと左にずらしましょうか。ごめんね。で、こいつの2乗なんですけど、まず外に出てる。マイナス2分の1。先に2乗してしまえば4分の1ですね。で、4分の1と4が、これ消し合う。ごめん。約分されて1になるので、まあ、消えると。つまり、あとはこのカッコ。X プラス1の2乗が残ります。まあこれ展開してもいいと思うんですけど、綺麗な形にまとまってるので、ごめん。このままでもいいかなと思います。個人的には。なんでまあこれで終了です。今回の問題はね。なのでまあ合成関数のスタートとして、まあ合成関数のさっきの最初ね、ここで説明したまあイメージをまず掴んでほしいっていうところと、まあ基礎的な問題にはなるんですが、G0FX とか F0GX は時々はこういう感じ。で、どっちの関数、GX と FX、どっちがまず主役なのかというのをしっかり掴んで、じゃああとはもう一個の X のところに代入しようねという感じで解くことができますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回はこの2問、まあね、ポイントも含めてですけど、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。合成関数に関しては、見た目のインパクトがでかいんでね、ちょっと難しそうに見えるんですけど、ただ、意味を理解したらね、かなりやりやすいところではありますので、ぜひね、あと動画2本撮りますんで、もしよかったら次回の方を見てみてください。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。